コズの趣味部屋へようこそ。今回はね、ドラゴンボールの、プラモデルではないんですね。はい。ただ単にこれは背景として置いてあるんで、はい。ついにね、リペイント、してたものが完成しました。はい。それをね、見ていきたいと思います。とりあえずね、悟空の方、スーパーサイジン4のあの一番くじのね、悟空の方、あちらをリペイントして完成させたのが、こちらですと。はい。どうです？いや、自分ではね、ほんとこれ以上はできないですね。いや、随分変わったと思いますよ。まず目がね、離れてますね。はい。で、あとね、ここの胸のね、墨入れした感じのすごい濃い線は薄くしました。はい。なので、適度な墨入れ感は出たんじゃないですかね。はい。で、あと、まあ、ここら辺のね、毛のとこの陰影、シャドウ。はい。まあ、あとは、そうだね、あとはここの道着とかもね、ちょっと、シャドウを拭いて、あとね、台座もね、シャドウを拭いて陰影をつけて、艶消し、トップコートを拭いてます。はい、だいぶ変わったと思いますよ。はい、はい、かっこいいね、自画自賛。いや、あとここにね、まあ普通にこう墨入れペンでシワとかのね、あれをなぞってます。はい。いや、これは本当ね、自分の中では、よくできてると思いますけどね。はい。いや、これはね、いや、本当自分の中では大満足です。はい。で、続いて、ベジータですね。スーパーサイジン4のベジータ、まああれはもうあの時点でもう完成形に近いんですけど、まああえて、まあちょっとね、手直しを加えて、こんな感じと。はい。まあね、まあ元が あんまりね、そこまで悪くなかったんでね、特に手は加えてないんですよね、実際。はい。まあちょっとシャドウを拭いてね、毛のところの陰影をつけたり、あとウェザリングでね、ちょっと足のここら辺、ちょっと汚しを入れて、まあ、あとは台座ですね。台座は、同じようにシャドウを拭いて、艶消しトップコートを拭いてます。あとズボンとかもね、一応、シャドウを拭いてます。で、胸のあたりは、墨入れと汚しですね。はい。まあ、顔はいじってないですね。うん。まあ、ちょっと墨入れ入れたぐらいで、はい。あと尻尾はね、こうまた陰影をつけるために黒い部分をちょこっと足してね、うん、はい、こんな感じでベジータ。はい。いや、これはこれでやはりだよね、こう並べんと。はかっこいいな。いや、ずいぶん変わったと思いますよ。はい。で、続いてが、ゴジータ、うん、ゴジータなんですよね。まあこれちょっと離して、カメラを離してみますね。はい。ゴジータなんですけれども、まあ、一応ね、ゴジータはまあ、どうしようか考えたんですけど、まあ、これを2つやっちゃったらね、ゴジータは何もしないってわけにもいかないんで、まあ、ちょっとだけね、ウェザリングとシャドウ、あと墨入れ、はい、をして、あとなんかちょっとね、物足んなかったんでね、とりあえずビッグバンカメハメハを打ってるポーズじゃないですか。なのでね、ちょっと手のひらに、木をね、このちょうどパッケージの絵のこの木の感じを、出そうと思ってね、手に、ちょっと、エフェクトのような感じのペイントを施しました。はい。それがね、こちらです。はい。 いや、一応ね、これはね、まあ艶消し
じゃない、あの、つや消しじゃなくて、墨入れ。墨入れして、ウェザリングして、手はね、ほんとあの、後ろのパケのようなね、オーラ、気をね、集中してるような感じに手のひらは合わせました。ちょうどパケと同じような感じの色にはしたんですけれどね。まああとはまあちょっと今ここら辺もウェザリングで汚しを入れて、で胸は墨入れをしてって感じですね。はい。でまあこういう感じで、まあ本当手のひらだけに、ちょっと水色と白を足したような感じで、はい。自分的にはね、もうそれなりに満足はしてますね。こんな感じで、いい自分の中では満足です。あと台座がね、やっぱり2つがね、ちょっとね台座がちゃんと、塗装しましたんで、こっちもね、あの台座一工夫しようと思って作ったのが、こちらです。はい、赤にね、黄色のオーラ、こちらをちょっとね、まあ、太陽のように、燃えるような感じで、表現しました。はい。これをね、ちょっと実際合体させて、見てみたいと思います。はい。はい。一応ね、はい、台座くっつけました。こんな感じ。おお、結構いいんじゃないの。なんか自分なりにすげーなんか満足してるんだけど。はい。いやー結構本当満足だな。はい、こんな感じでね、はい、いや結構いいんじゃないのって思うんだけど、どうですかね皆さん。いや自分では本当結構本格的に、フィギュアをペイントしたにしてはよくできたなと思うんですよね。いやー何気に満足でね、実はもう一つあるんですよ。あのプレートありますよね、ドラゴンボールのロゴのプレート、ドッカンバトル、あれをね、あれもちょっと、ペイントしました。まあ手直しつうか、まあね、あれじゃさすがにチャッチンでね、ちょっと手直しして、2パターン作りました。はい、1パターンがブラックバージョンということで、はい、こちらドラゴンボール Z ドッカンバトルってね、文字を、塗りました。はい、こうすることによってね、ちゃんとあのロゴのタイトルがね、際立つような感じに、仕上がったんじゃないでしょうか。はい、これがブラックバージョンです。はい、で実はねもう1パターンを作りまして、実はねそれが多分一番ね、こんな感じ一番よくできたんじゃないかなってね思うんですよね。それがこちら。はい、すごいよくできてる自分で笑っちゃうけど、俺が一番よくできてる感じが、ドラゴンボール Z ドッカンバトル、ちゃんとね、あのここのドッカンバトルのこの小さいところもねちゃんと塗ってるんですよ。で、水色でね、陰影をグラデーションで、でちゃんとドラゴンボールのね、いい心中の塗ってます。はい、これがホワイトバージョンです。これ結構すげえね、ここのね黒い枠、字の枠をねすっごい黒いのでこう塗りつぶすときすっげえ集中したね。久しぶりにめっちゃ集中したわ。このロゴプレートが一番なんか よくできた感じが、ちょっとこのドッカンバトルのこのちっちゃい字感動的じゃない。すげえ自画自賛だけど、まあでもどうですかね、こう見て結構大満足じゃないですかね、いや自分の中ではこれ以上ない仕上がりになったんじゃないかなと思うんですよね、いやいい、いや大満足です、自分の中で。はい、ということでね、これにてあのリペイントは、終了となります。はい、
結構時間かかっちゃったけどね。まあ一応ね、今あの後ろにあるプラモデル、あれをちょっと今塗装してます。はい。まあ出来上がり次第ね、そちらもアップさせていただきますんでね、この機会にぜひチャンネル登録してね、お待ちいただければなと思います。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。